はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。なんか、浦安で活動中の佐川さんに、チンピラ2匹が、絡んでったみたいですけれども、事の経緯はわかりませんけれども、そのチンピラ2匹の、身の安全が心配です。佐川さん、格闘技の有段者なので、体もあんなだし、ちょっと手ぶん回しただけで、やばいことに、なるかな。他の支部長さんもあれなんですけど、なんやかんやね、言ってきた人がいた場合は、営業妨害やめてください。私、これ仕事なんです。って言うと、ちょっとだけ、ひるみます。私の経験上なんですけれどもね。コラボが個人情報だから、と主張して、都に領収書提出を拒否した件について、野生の弁護士。事業の主体が東京都である以上、その個人情報も都からコラボが預かってるに過ぎない。その個人情報の本当の所有者は都であり、下請けに過ぎないコラボ所有者にも情報を渡さない。コラボが所有者である都にも情報を渡さないのはおかしいっていう解説らしいんですけど、まあなるほどな。職務上知り得た情報を漏らしたら、罰則規定もある公務員にも見せない領収書を一般人であるコラボが所持管理しているのが異常ともいう意見ありました。コラボは情報の本来の持ち主である東京都に速やかに返却すべき、っていう野生の賢者の意見もありました。領収書はあるけど見せないじゃなくて領収書なんか本当にあるのかと。そこら辺が疑問なんですけれども、もしくはですね、コラボ様、何々万円受領しました、共産党。なんていうのも、まあ言えないとかね。まあ家建てて、あれですよ。家建てた世主ですか、金も出している世主がですね、大工がですね、家のとある部分を、これは見せられないっつって、世主にも見せねえのはおかしいな。まあ法律に詳しくない人でもそう説明すれば分かりやすいかな、いう感じであります。3月5日、河野太郎。外国人に国籍をどんどん与え、新しい日本人を作っていくと発言。やべえな、こいつ。一般意見。移民の前に日本人を増やすことを考えろよ。いや、日本人の出世数を上げろよ。終始、煙に巻くような話し方が嫌い。日本ぶっ壊すつもりか。岸田の方がマシと思わせてくれる。こんなのが総理候補という恐怖。移民が自動的に働くと思ってるところがマジでアホ。欧州がそれで散々痛い目に遭ってるのに、日本が周回遅れで真似してどうすんの。お前らが恋愛も結婚もしないし、働かないからこうなってるんやで。おい、やめろと。まあ少子化になっちゃって、こんな意見が飛び出てくるという意見でしょうか。山本太郎みたいなことを言い出したな。山本太郎も似たようなことを言っておりました。過去ね。太郎。やだね。山本も河野も、やだね、太郎は。日本があっても、そこに日本人がいないんじゃ、意味ないっしょ。無意味でしょ。しかもそれが、日本と呼べるのかっていうですね。外国人だらけの日本は日本と呼べんですか。数だけ増やしてですね、少子化解決って考えてるとこが本当に頭悪いな、ブロック太郎がな。独仏英の首相が全員ですね、多文化共生は失敗したって言ってるの知らないのかな。メルケルと同時期のイギリスの首相、名前忘れちゃった。フランス大統領、名前、サルコジ大統領だっけかな、もう言ってんですよ、メルケルも、サルコジも、イギリスの首相が思い出せませんけれども、口を揃えて言ってんですよ、多文化共生は失敗したって。それとも知ってて言ってるスパイなのかな。高市総理が理想ですが、ブロック太郎に総理がなるぐらいだったら、自分の考えがね、全くない、脳みそプレーンのシンジロの方がマシかなーって思えてきました。共産党のエース、山添拓。長射程ミサイル保管場所は決定しても公表しないと防衛省。住民に説明もせず、リスクばかりを高めるつもりか、つまり公表しろと、公表しないのは面白くないと言ってるわけなんですけれども、一般の意見です。バーガースパイ活動お疲れ様です。お前は黙って牛歩でもしてろ。共産党の街宣車は駐車違反をやめろ。軍事機密を公開する国がどこにある？相変わらず人民軍のために必死やな。一般にもそうだが特に共産党には秘密にしてほしい。船にも飛行機にも搭載できるんでご心配なく。あなただって口座のパスワードを公表しないでしょ。もう韓国は終わりだよ。唐突にこんな投稿あったんですけれども、なんでだあーって思っちゃいました。相変わらずスパイ丸出しの共産党だな。こいつらの言うことはですね、消費税減税以外は1から100まで反対していれば間違いないですね。ミサイル保管場所を知ったらですね、侵入して破壊工作さえやりそうな共産党だけには知られてはならない。共産党だけには知られてはならない。党員オール高齢化で荒っぽい真似は無理でも、国内に潜んでるですね、人民軍工作員に通報ぐらいはするよね。私ですね、店の規模の割に、店員の数が多い中華料理店で、料理人が揃いも揃って坊主で、首が太くて、みたいな、人民軍の工作拠点じゃなかろうかと、いつも疑っておりまして、なるべくそういうとこ行かないようにはしてるんですけれどもね。田原総一郎、88歳。安倍政権下で高市さんが番組が変更報道している場合は免許取り消しもあると発言し、何人ものジャーナリストが断固反対表明した、僕も参加した。覚えてる外国人記者クラブかなんかで、鳥越とか、サンモニに出てるやつ、5人ぐらいで記者会見やってましたね。一般意見、バーガー変更報道しなきゃいい話。変更報道を正当化して開き直ってる？変更報道は報道の自由じゃないぞ。番組は公平中立って放送法第4条知ってる？変更報道してるって認めたわけだな。変更報道してる自覚はあるみたいだな。放送違反したら免許取り消しもありより。当たり前のことだろうが。変更報道させろって運動だったんだね。要するにね。何を保守コーラ審議にですね、僕も参加したと。バカ丸だし。こういうのがですね、テレビの信頼性を著しく損ねているのが分かってないんだろうな。そんなのを理解する脳みそだったら、パヨやってませんからね。ちょっとでも脳みそあったらですね、違反で罰則あり得る。当然だよな。って思うよね。大臣発言にそもそも騒げませんよ。きっと脊髄反射で、沸騰しちゃったんでしょうけどね。パヨは脊髄反射で口答え、ですからね。笑うのはですね、これで沸騰したのが、俵一人じゃないこと。騒いだやつ、全員バカで惨めだな、今となって、見るとな。だってこいつらが言ってたことは変更報道させろっていうですね、変更報道してもお咎めなしでっていう、運動だもんね。なんだか知んねえけど記者会見やったぐらいにしてね、ラブロフロシア外相、モディインド首相に向かってですね、ご存知の通り私たちは戦争を止めようとしてきました。この戦争は仕掛けられたものです。会場大爆笑。ネットの反応です。持ちネタ化してきたな。自分から先にドンパチ仕掛けておいて、この言い草。抗顔無知ってレベルじゃねえな。不快なだけで面白くもなんともない。レッドチームは加害者なのに被害者ぶるのが得意。パヨの親玉だから、パヨっぽいことを言ってても不思議ではない。このおっさん何言うとんねん。あんな大きな公の会場で大嘘つけるところがすごい。もう韓国は終わりだよ。なんで唐突に。もしかしたらほうきでそう思ってんのかもしれないですね。加害者のくせに自分らは被害者。ロシア国内ではそういうプロパガンダでやってんでしょうね。ある時突然共産党界隈が一斉にですね、9条を生かした外交で戦争を回避すればいいのっつってね、そういうので一斉にやりだしたから、プロパガンダですけどね、ずーっと嘘ついてるうちにですね、自分もそれに洗脳されるっつうのは、独裁者病の症状だそうで、中東の独裁者、多いんだって、国内の不満を外に向けるためにですね、アメリカは悪の帝国なんて叫んでるうちに国民騙してるつもりが自分でもそう思い込んじゃって、っていうのが落合信彦の本にありました。中東がですね、イスラエルは悪とか言って、指導者がそうやって叫んでると、指導者も自分もそれに信じ込んでしまって、そういう行動に取るようになるってですね。だからこういう人らとは話し合いにならないんですよ。そもそもの前提が違うんだから。ロシアは我々被害者っつってんだから、そもそもね、話始めらんない。無理。よってですね、共産党が言う9条を生かした外交で戦争回避は虚言。虚言ですね。まあ、共産党はほぼ全てが虚言なんですけどね。消費税下げろ以外は全部虚言って、思ってた方がいいですね。というわけで、メール登園さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。